スノーマン、アイドゥ・メイ初週ミリオン達成サウンドスカン、ジャパンによる CD アルバム売り上げレポートから2023年5月15日から19日の集計が明らかとなり、スノーマンのサードアルバム、アイドゥ・メイが1002万1140枚を売り上げて、ミリオンセールスを突破したことが分かった。本作には、シングル表題曲、オレンジキス、タペストリー、W に加え、リード曲、 愛、言葉を含む、新曲9曲を収録。さらに、初回版 A には、ジュニア、時代の楽曲、クライアウト、初回版 B には4つのユニットのミュージックビデオ、通常版には、ユニット曲の音源とボーナストラックが収録される。本作はフラゲヒとなる15日から16日の、集計で81万1475枚を売り上げ、自己最高のスタートダッシュを切った。 さらにリリース日となる17日には146,342枚を売り上げ、初動3日間で957,817枚を記録。そしてリリース2から3日目となる18日、19日で63,323枚を売り上げ、累計売り上げ枚数は121,140枚となり、3作連続で100万枚の大台を突破した。